はようございます。早速移動の車の中からお伝えしているんですが、本日の日付10月16日なんでございますが、私本日から番組のロケでですね、海外の方へ行くのですが、そのね番組の方は、追ってまたこちらのチャンネルであったり SNS の方で、告知をさせていただきますので、ご覧ください。そのね番組の裏側なんていうものを、こういう感じで撮りで撮っていきたいと思いますので、この動画何本になるのか僕も正直まだ分かっておりませんが、不良長くじゃねえな、長い目で見ていただいて、楽しんでいただけたらなと思っております。それでは、とりあえず一緒に旅をするパートナーを迎えにですね、今、向かってるんですけど、でそのパートナーをピックアップして成田空港の方へ向かっていきたいと思います。今年は本当よういろいろ行きましたね。よく考えたら4年ぶりに始まり、ハワイ、てか俺の時しか釣ってないでしょ、うん、美人になり込むわけですよ。チャンピオンになる地位ね。飛行機乗りました。こっちやな。オーケー。やっと誤差目的地到着。ブルーホテルに着いたって、なんじゃここ。すごいすごいすごい、やばいってキング。ここはここめっちゃエッチ、あ最高やん。そっちマリーナでしょ、こっちが。そうそうそう、うわーすげえなー、冗談抜きですごいわ。あーやば、見えてるのがまだ一部なんで、はい、あっちの特にもまたすごい、やばということで、ルームツアーなんてものをやってみようと思います。この部屋がですねすごいんですよ。ここですね、玄関、ここが玄関というか入り口になるんですけど、入り口を入ってすぐこちら、なんと完璧なキッチンが揃っております。包丁類なんかもあったり、こういうなんですか、食器じゃない、調理器具もあったりとかして、で冷蔵庫もね大きいやつがちょっとあって、コーヒーメーカーもあったりなんかして、ここはコップと食器ですね。ロングステイ用のホテルなのかな。で私が日本からわざわざ持ち込んだイチコでございます。こちらの方が玄関を入って右側ですね、右側が洗面台ですね。でここがクローゼット、でこの奥の扉がトイレとお風呂となっております。トイレとお風呂ね、でね、日本から持ってきた
リールと竿でございます。そして大きい赤い一人掛け用のソファーと大きいソファーで壁掛けテレビがあってまたタンスなんかよく並べてますよ。で、ここを開けると僕の部屋は1階なんですけど目の前がプールでございまして、もうここを開ければそのまんまプールに飛び込めるんじゃないかという感じの。そしてこのベッド、でかい。そして、わかりづらいかもしれないけど、すげえ高い。腰をかけれないぐらい高いんです。初のメキシコ、カボサン・ルーカス、ビズビーズもちろんね。ね、参加するわけですけど、マジでこのホテルに着いてから、まあ、街をちょろっとブラーッと歩いたんですけど、もうずっと鳥肌が止まらなくてすごすぎて、いやこれは世界はすごい、やっぱり参った。もうだからすげーと、すげーと世界はすげーしか言ってない気がしてます。なんて言ったってすごい、なんて言ったってすごいし、なんて言ったっておしゃれだし、なんて言ったってエッチな街だなっていうのが私の感想でございます。今日はぐっすり寝て、明日もまた、朝から撮影をしたいと思います。向かってるよ。これでさ、だってさ、ディズニーの大会の時は、今日は立ち入れに横一列に並んで、ちょっと奥の方に、で、スタートっていう、バーンっていう音とともに、200点ぐらいのさ、クルーザーがさ、全速力で行くやん。この映像はすごいと思うよ。だって、アドレナリン出っ放しちゃって、これは。今はだってただただダイビングでその魚を見に行くっていうだけでそのテンションの上がりを、これはいいね、いい、すごくいい。あの人が今日このディズニーです。ここでお金払うんですよね。やぐやぐやぐ。コロナビール、ビール、ビアワン。コロナビール。本日のね撮影終わって、まあ、プールに来て、プールに入りながら酒が飲める。バイ。頑張れ頑張れ。